皆さんこんにちは、大地です。今日は36期のクラスをやっておりましてね、いや毎日幸せだな、本当にね、いいなと思うことをね、学びたいという仲間がいて、で一緒に学んでね、楽しくやってます。で昨日ね、夢を描くってもっと楽しくやろうと、だって夢を描くところからつまんなかったらその後なんかもっとつまんないからね。だからなんかそう、例え話で言うとこうね、なんか今この木を持ってますね、ちょっと瓦何枚か持ってます、これで何の家が作れるんだろうとかね、なんかでもいい家作ろうと思ったらこの材料うまいこと加工してなんか頑張らないとの方に行っちゃうと面白くないでしょうと。だから今自分が何を持ってるとかね、何ができるとかっていうことを一回脇に置いて、本当は欲しい家どんな家なのってね、自分の手持ちの材料じゃ作れない、それでいいと、自分の加工技術じゃできない、それでいいね。なんでかって言ったら、作った上でさあじゃあ誰に手伝ってもらおう、どんなやり方しよう、そうしたらできるんだろうかって考えるから自分の人生がファッと変わってくるね。だからコーチングの前半は勇気を持ってね、思い切って夢を描いてくださいとね、子供のワクワクを使ってね、大人のこのリアルなあれができる、これができる、後回しね、後回しを使うの、使うね、使うんだけど後で使う、最初から混ぜるともうなんか現実ってなるんだけど、あなたが思ってる、まあ私が思ってる現実もそうなんだけど、本当の現実じゃないです。我々は世の中そんなに知らないからね。世の中には72億人いて、72億通りの現実があって、いろんな考え方やり方があって、我々ができないと思い込んでることもあっさりやっちゃう人もいる。何が違うの、考え方が違う、行動が違う、それだけですから。だからちょっとまあ自分の常識を脇に置いといて、一回欲しいものを描いてから他の人の考え方やり方も使いつつね、進んでいきましょうねと。だから楽しくやろうねっていうのが大切ね。でこのホワイトボード上にディズニーストラテジーってね、昨日もお話しましたけどが出てるね、無双化、現実化、批評化、この3つを使い分けましょうとね。無双化っていうのはとにかく夢ばっかり描く人ね、現実化っていうのは現実的にどうやったらできるんだろうって考える人ね、そして批評化っていうのは荒探しした上でね、じゃあどうしたらいいってまた考えるチャンスをくれる人、この3つを使い分けましょうと。で順番は無双化からよ、無双化からスタートしていきましょうっていうことです。で私ね、これ感動したの、ガブリエル・エッティンゲンという人のね、ウープっていう本があって、これ素晴らしい本なんで、Kindle とかで読めますからぜひ買ってもらいたいんだけどね。で、まあね、要は夢ばっかり描いちゃダメだよって本なわけ。おじゃあ無双化ダメだ、なんでダメかっていうと、無双化だけだとなんか夢見てるだけで気持ちよくなっちゃって行動しないでしょと。でだから夢見るのは大切なんだけどね、夢見るだけじゃなくて、夢見てても現実的にうまくいかないよっていうことをこのツッコミ入れていくってことが大切ですよとね。でそうすると、そうか、夢を実現するためにはこの批評家が言う課題を乗り越えていく必要があるんだと思って、じゃあどうやって乗り越えられるんだろうになりますとね。だから実はね、このね、ディズニーストラテジーね、ディズニーがやってたように3つの自分を分けてみるっていうのと、ガブリエル・ティンゲンが言ってるね、ウープっていうのはすごくこう関連性があるね。ウープって4つの頭文字、1つ目はウィッシュ、心からの制約にとらわれない夢ね。だから誰かのためにとか誰かに言われたからっていう夢とか目標じゃなくって、心からの、そして自分の常識にとらわれないね、何の制約もなかったらねという過程で、何でもできるとしたらという過程でまず夢を描いてみる。だから楽しいまんまでいいのよ、楽しいだけでね。でほとんどの人はそういう練習してないから、コーチがちょっとそれ手伝おうと、楽しく制約外してその人の心からの夢を語れる場を作ろうっていうのがコーチングの中で大切ってことなんですね。そしてウープの2つ目、今度はそこから目標を作ろうと、ね、じゃあまずこういう方向性に向かってどこまでだよ、でここも楽しくやろうね、なんかこっちは楽しいのにここなんて急につまんないってなると、もうその先もつまんないから、じゃあこれが素晴らしい夢だとして、まずどうなったら最高かなを考える、ね、でコーチングはほとんど従来のコーチングはここの領域なわけ、ね、じゃあどんな目標を立てます、ね、現状どうなってんので、どんなオプションがある、じゃあどんな選択するんだろうね、ねっていうのがグローモデルだし、このゴールを具体的に、ね、計測可能に、ね、数値化されて、そして達成可能 で、ね、で自分の目的と関連して、大切なものと関連して、そして期限が決まっているものに仕立て上げましょう ね、そしてそこに向かって行動をどんどん起こして、そこから学んでいきましょうがコーチングワールドね。でエッティンゲンはそれだけじゃ足りないことがあるから気をつけようって言ってるわけね。オブスタクルね、だからウープね、ウィッシュ、アウトカムね、目標ね、そしてオブスタクル、障害です。なんかいつもの問題が起こるね、なんか途中でこういうふうにやる気がなくなっちゃうとか、こういうふうに人に邪魔されちゃうとか、こういうふうに揉めて動けなくなっちゃうとかね、なんかいつもパターンがあるでしょと。そうしたらその障害に対してどんな対策を打つのか、障害対策を準備しておきましょうってことなんです。いい？
心の底からの願いというものを思い描いてみる。そこからね、まずはここ行けたらいいなっていう目標ね、道しるべですよね。目標の標はしるべですからね。道しるべを作ってみる。で、ね、それはなるべく具体的に作ってみるんで、スマートプラス楽しいがいいのよ、ね、スマートプラスエンジョイがいいのよ、ね、なんか楽しい目標にしてみるっていうことね。そしてそこに向かってね、じゃあ現状どうなってんだろう、ね、何ができるんだろう、ね、どんなやり方があるんだろう、いっぱい出して、で、あ、まずここから始めよう、でやってみたらどうなるの、ね、戻ります。そしてでもいつものパターン、障害がこんなもの出てくるんじゃないかもね、事前に想定しといて、それが出てきたらこうやって潰します。これのことを if then というけど、もしこういう障害が起こったらその時ね、ね、その時こうしますっていうものを作っておきましょうねと。そうすると安心してね、進んでいけるしね、本当に行きたいところに向かって、まず最初の目標に向かって進んでいけるしね、具体的になってるから動きやすいし、いつもの問題が起こった時にも違う回避のパターンがね、あらかじめ想定されてるからスムーズに進んでいける、落とし穴にはまらないということになります。ということでね、ディズニーストラテジーで覚えても、ウープで覚えてもいいけれども、ぜひねこんな感じでコーチにやってみたらいかがでしょうかと。で、考え方は分かった、でも自分ではできないっていう人はぜひコーチを使ってね、こんな風に来年の目標を立ててみたりとかね、そして楽しく進んでいける、いつもの落とし穴にはまらない形で進んでいけるルートを開発開拓してみたらいかがでしょうかというのが私からの提案でございます。そしてグローモデル近辺でコーチングやってる人たちに、ね、はぜひもっと心からの制約のない夢を描きながら、そこからグローモデルに入っていく、そしてなんかいつものパターンにはまらないように想定しておいて、もしいつものなんかね、コミュニケーションパターン、人間関係のパターンの問題が起きちゃった時にはこうやって対応するっていうのが、事前に予測できたり、対策を一緒に作れたりするとクライアントはもっと進んでいけると思います。学びたい方は私もこれに関するビデオいっぱい出してるので、ぜひ学んでみてください。アドラーの理論でいうと全体論とかね、対人関係論とかで、そこから始まるコミュニケーション理論、いろいろ学ぶと勉強になると思います。ということで、まだ良いお年をじゃないけど、あと数日間ね、素晴らしい2019年過ごしましょうということで、ではバイバイ。